からな。チャンネル。普段の様子。たけちゃん行っと。ビンゴ大会行ったよ今。一等って言うの違う。一等ほらやば見せて。ほらほら一等一等すげえどこでも使っと。しかもこのドヤ顔めっちゃ可愛い。たけちゃん何もらえるんやろな一等。なんか言っとったで、なんか何もらえたんですかって聞くわ。シャメプリーズシャメプリーズ。それバンタンのさ、イルコンのコンサート出してほしいな。旅館のビンゴ大会で1等すごいどやこのドヤ顔がめっちゃいい。この写真しかもさあ、ツイッターにあげるとかじゃなく個人で送ってきて最高喜びの前スタンプが来た。何だから何もらったの。分からん。何もいや今既読になった。バリウケる。ちょっと私めっちゃはだけて、うん、上にあげた。チャラパパ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 何一等何もらえたんかな。何やろもううるさい。あなたなあなあすげえ。この温泉のなんかあれとかなんとか県言っとったり。あだってたけちゃんさっきからなあのすごいねん。ゲーセンの動画撮りよったやんなんか、うんうん、それもくじ引きやねんな。クレーンゲームたけちゃんがしたら6個取れてん、はあ、くじが、はあ、私がやったら0枚やってん、はあ、うん、それロボさんが取り寄ったわないその様子を、うん、でその時にあれナナがトイプードル持っとったやろ、うん、それあの子ね。そうでこれ可愛いって言って僕はこれが欲しかってんってボソって言いよってんけど、うん、あなた人形持ってきたやろって視聴者さんにもらったやつ持ってきたやろって言って、うん、ダメよって言われたゴリラが買ってきて、うん、タケちゃんゲットしてん、うん、さっきもじゃんけんで卵引き換え券ゲットしてタケちゃんがゲットしたやん、うん、タケちゃんに回ってきたな。そうあげたからさ。ちなみにあのゴリラが買ってあげたぬいぐるみの名前知っとう。何タケちゃんがつけてん。何つけてレインボー可愛すぎひんあの子あおかしいだってなこれもこれのピンクがあって、うん、これがあんねんでこれがあんねんでって、うん、こうやって回すやつな、うん、こうやって回っていきよったやん、うん、そしたらその下の分をパッて取って、うん、僕はこれが欲しかったかわいすぎ。しかもレインボーって教えてくれた時はここにおってんその子、うん、ここにおってこの子の名前はレインボーって言ってくれて、うん可愛い。ナナちゃんなんか単純やでトイプードルやでって言ったらじゃあケビンやまんまやな。サメは小塚来てないまだ。はよ、プリーズって送るわめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いな、うん、ちょっとタケちゃんのこのドヤ顔のサメを見ながら言うわ、うん、めっちゃ可愛いな可愛いなほんまな。タケちゃんってさ喋り出したら結構永遠と喋るやろ。喋るうん、なんしゃべる。素敵やわ。待ってんねん、チャメを、うん、多分ゴリラは普段の様子撮ってるんやろ、ビンゴ大会。当たっとんかな、分からん、うん、当たっとんかな。いやそれだけ送ってきたんやろ。え、ロボさんもな。あ、ロボさんか。ロボさん個人や。ああ、個人で来たん。そうよ、個人で来たんや。ああシャメがいきなり。あ、はい、持ってこなあかんじゃん、フロントから。え、シャンプーとかはあった。うん、まだかな、まだかな、まだかな。もう一回ゴリラスタンプ送ってみた。既読はついたん。既読ついてない。早くプリーズはまだ。まだかな、まだかな。全員終わるまで待つんじゃん。しかもな、あのなちょっと来て、これはカメラに見せれないねんけど、たけちゃんおるやん、たけ、うん、ちゃんおるやん、うん、このままな、よく見てなこれ何してんの男の人がこうやってはちょっと見せるな、ちょっと見せるな、うん、あ、来た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 。何がこれ何。いやちょっと後ろの人が気になりすぎて、うん、何宿泊券かな、
わからないけどなんか後で引き換えらしいはって言ってんのもなんで次あもう一個来たで、あなんかあ心もいろいろゲットしてねしかもロボママから来るっていう、あ二頭がロボパパやって、え何した二頭何した二頭な、うん、で三頭心は三人しかおらんかったこれほらなんかお土産な参加者三人じゃん、えちゃちゃうよ、うちはあれやナナタンといたって一部屋にこの部屋だけちゃうってこの部屋、ああそういうことだって一二三位取るってすごくない、あそういうこと、うん、ああビンゴ大会に参加しとる人がおらんかったんちゃう、そう3人しかおらんかったんちゃうワンチャンありえるでなあ、だってこんな時間に普通降りていかへんもん、8時半なあ参加者3人なの絶対3人やわ待って愉快なラーメンえでもティーも持っとうやん、ティー4頭じゃん3頭どういうこと、いや3引き分け心と引き分けどういうことしんど謎が多すぎるわわからん、ビンゴ大会に何人いたんですかって聞いたら、うん、ティーンの写メが来て3等って来て何人参加したんですかって今送ってんけど、ロボママ天然やからな、お姉さんと一緒やで、なんかこっち寄りやろ、お姉さんと一緒やろ、うん、お姉さんと一緒やで、やろっていうか、いやこっち寄りやろなとは思っとうけどまあでもこの写真を見る限り周りに人はいないし、いたとしてもいたとしてもこの人しかいないじゃその人アップで写されるから、ね、どういう風にしたのか見して、でもこうしてる人の息子さんはビンゴのカードを持ってる、こうしてる人は大人なん、大人お父さんお父さん、こうしてる人の膝にこうやっておる子はビンゴカードをこうやって持ってる、持ってる、あんな5人ぐらいあったんかなめっちゃおもろい、やばい、多分こっちにレジを待ってる女の人がいる、あうん、でもそれ以外はほんまに誰もいない、うん、周りに。ワルタやな、不可解やわ。で何人参加したんすかは既読にならないの。次4等ってくれる。いや3等までしかないんじゃない。一回参加500円とか言ったやろ。ほんなハズレ賞みたいな3等。え分からん。でもビンゴやからな。えでも3等で愉快なラーメンもらってる。しかも結構でかいんちゃう。うんでかい。ドヤ顔してないまさかのティーンは、えあの3ピースしてる3頭やからえスカイピース、いや3ピース最後まで見てくれてありがとう、認めた。